今日はスイートポテトパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスイートポテトパイを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今の季節に大人気なおやつ、スイートポテトをパイにしていきたいと思います。冷凍パイシートで作るので、とても簡単に作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、冷凍パイシート、グラニュー糖、生クリーム、無塩バター、シナモンパウダー、卵黄、お水、黒ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずね、スイートポテトなんですが、シナモンパウダーはもし苦手な場合は抜いていただいても OK です。そして生クリームは今回動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。もし生クリームがない時は牛乳で代用していただいても大丈夫です。牛乳を使っていただくとちょっとあっさりとした仕上がりになります。そしてバターに関しましては必ず無塩バターを使用するようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、さつまいもの皮を剥いていきます。さつまいもの品種なんですが、これはお好みのものを使用してください。はい、で皮を剥いたらまずね、両先端を切り落とします。そして大体1センチ幅で切っていきます。はい、OK です。そしたらこちらのさつまいもはボウルに入れます。そしてこのように水につけてアク抜きしてください。大体つける時間は5分ぐらいで OK です。それでは残りも同じように切っていきます。はい、全部切り終わりました。ではこのまま5分水に浸します。このように水に浸していただくと変色も防止することができます。はい、5分経ちました。そしたら水を切ります。水を切ったらふわっとラップをかけて、一箇所ね、このように空気の出入り口を作ってください。それではこちらのさつまいもが柔らかくなるまで電子レンジで加熱していきます。電子レンジ 600W で4分から5分加熱します。はい、5分加熱しました。そしたらラップを外します。やけどしないように注意してください。ラップを外したら一度竹串で中までね、きちんと柔らかくなってるかチェックしてください。こんな感じでね、竹串がスーッと通れば OK です。この時にまだね、硬い場合はもう少し加熱してみてください。ちょっとボウルを傾けて、このように水分があると思うので、こちらを一度拭き取ります。この時もね、やけどには注意してください。はい、OK です。それではですね、熱々のうちにさつまいもをマッシャーで潰していきます。はい、でこのようにざっくり潰したら、ここにグラニュー糖、そしてバターを入れます。そしてこの2つを溶かしながら潰していきます。最初から入れるとね、ちょっと潰しにくいので、ある程度ね、潰してから加えてください。はい、OK です。では続いてここに生クリームを入れます。そしてよく混ぜます。生クリームを入れて、このようにちょっとね、柔らかい状態にしてください。そしたらですね、今からこちらのさつまいもを裏ごししていきます。加熱した後にすぐ裏ごししていただいてもいいんですけれども、裏ごしに時間がかかってしまうとバターとグラニュー糖が溶けにくくなってしまいます。さらにね、このように柔らかい状態にしてから裏ごしした方が裏ごししやすくなります。なのでこの段階でしていきます。あるいはですね、フードプロセッサーとかハンドブレンダーなどをお持ちの方はそちらを使っていただいても OKです。ではね、このように網目の細かいこし器などを用意してください。そしてさつまいもを取って、このように裏ごししていきます。裏ごしは少しね、一手間にはなるんですけれども、裏ごししていただくことでとても滑らかな仕上がりになります。さらにですね、この後絞り袋で絞っていくので、その時にこのね、ゴツゴツしたものがあると絞り口が詰まってしまう時があるので、できるだけね、こすようにしてください。あとね、こしていただくと、このようにさつまいもの筋も取り除くことができます。では、残りも同じようにね、全部こしていきます。はい、
全部こし終わりました。そしたら先ほどのボウルに戻し入れます。こんな感じになってます。これをボウルに入れます。結構ねこすのが大変なんですが、これをねやっていただくだけでとても美味しく仕上がるので、ぜひねやってみてください。ちょっとね時間はかかるので、時間のある時にね作ってみてください。はい、 OK です。そうしましたらここに卵黄を入れます。あとはシナモンパウダーです。そしてこちらをよく混ぜましょう。はい、混ぜ終わりました。このね硬さの目安なんですけれども、あんまりねパサパサしている時は生クリームかもしくは牛乳を追加して生地を少し緩めてください。というのもこの後ね絞り袋で絞っていくんですが、あんまりねお芋の水分量が少ないと絞りにくいので、ちょっとね絞りやすいぐらいの硬さ、こう手で触ってすごい柔らかいんですが手につかないぐらいですね。こうしっとりとした感じです。このぐらいしっとりとさせてください。それではこちらを絞り袋に入れていきます。口金は今回こちらの口金を使っていきます。これはお好みのものを使ってみてください。ではこれをセットします。はい、そしてこのようにちょっとね縦長の容器にセットしてください。そしたらさつまいも入れていきます。このね甘さなんですけれども、さつまいもの品種とかによっても変わってくると思うので、甘さはお好みで調整してください。はい、これで OK です。それではね冷凍パイシートを切っていきます。今回私は 3.5 センチ幅に切っていきます。こちらの幅はお好みで OK です。では切っていきます。冷凍パイシートは半解凍の手前ぐらいで作業し始めるようにしてください。なのでパイシートを切る5分から10分前ぐらいに冷凍庫から出していただくといいかなと思います。はい、このように切ります。では残りも同じように切っていきます。はい、それではねパイシートにこちらのスイートポテトの生地を絞っていきます。絞るときはねこの絞り口のところが破けやすいので、ここに手を添えていただくといいかなと思います。では絞っていきます。はい、こんな感じです。このように絞ります。まあ、絞り方はねお好みで OK です。硬いのでギューッと結構力がいるので、手を痛めないようにだけ絞っていってください。ちょっとね絞り方分かりやすいように別の角度からお見せしたいと思います。まずこんな感じでねギューッと絞ります。むにゅっと、それからぐるーっとやって、で一回転、またぐるーっと一回転、でまたぐるーっと一回転、でこれを繰り返します。最後はむにゅっと。はい、こんな感じです。このように絞ってみてください。はい、このように絞りました。それでは今からここに卵液を塗っていきたいと思います。今回の分量で全部でね9つできたんですが、これは絞る量とかによっても変わってくるので目安にしてみてください。ではね卵液を作っていきます。まず卵黄ですね。そしてここにお水です。卵黄はね少し薄めてください。そのまま使ってしまうと結構ぽってりしてしまいます。これを混ぜます。はい、このように卵液は伸ばしてください。ではねこちら表面に塗っていきます。はい、このように塗りました。そしたら最後ね上にごまを振ります。はい、このようにごまを振りました。それではこちらを200度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。このようにいい焼き色がつくまで焼いてみてください。これで完成です。はい、これでスイートポテトパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように焼き色もついて、スイートポテトもとても滑らかで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。それではいただきます。スイートポテトがすごく滑らかです。美味しい。そしてねこのシナモンの香りがとてもいいアクセントになってます。とにかく滑らかですね。パイもサクサクです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスイートポテトパイのポイントです。まずさつまいもなんですが、皮を剥いて1センチ幅に切って、その後水に5分ほどさらしてください。そうすることでアク抜きができるのと、あとは変色も防ぐことができます。この時に5分以上水につけてしまうと、さつまいもの風味も軽減してしまいますので、5分以上は水にさらさないようにしてください。そしてその後ですね、さつまいもを加熱するんですが、この加熱時間はさつまいもの切り方とか、あと品種によっても変わってくるので、柔らかくなるまで時間を調整して加熱してみてください。加熱し終わったら、さつまいもが温かいうちにバターとグラニュー糖を加えて、そしてしっかりとさつまいもを潰してください。その後生クリームを入れて、今回は裏ごししました。このように少しね、さつまいものペーストを柔らかい状態にしてから裏ごししていただくと、柔らかくなってるので比較的裏ごししやすいと思います。もしね、この裏ごしが面倒だなっていう時は、こちらの裏ごしの工程は省いていただいても大丈夫なんですが、絞り袋で絞る時に裏ごししていないと絞り口の先が詰まってしまう時があるので、できればね、裏ごししていただくといいかなと思います。今回は頑張ってね、ヘラで裏ごししたんですが、こちらはフードプロセッサーなどを使っていただいても OK です。そうするととても簡単にできると思います。そして裏ごしした後にですね、ちょっとパサついてる場合があります。その時は牛乳または生クリームを加えて、しっとりするまで混ぜてみてください。ここでスイートポテトがあんまり硬すぎると絞りにくくなってしまいますので、指にスイートポテトがつかないぐらいの滑らかさにしていただけたらと思います。あとはですね、冷凍パイシートを切って、その上にムニュムニュムニュっと絞ってください。今回はね、こんな感じで細長くしたんですけれども、一口サイズにしたりとか、あとはもうちょっと大きい正方形サイズにしたりとか、形はお好みで変えていただいても大丈夫です。あとはですね、焼き色がつくまでだいたい15分から20分ほど様子を見て焼いていただけたらと思います。今回はオーブンで焼きましたが、トースターで焼くこともできます。なんですけれども、トースターの場合はとても焦げやすいので、ある程度焼き色がついたら上にアルミホイルをかぶせて、最低でも15分は焼くようにしてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスイートポテトパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。